キュッ。はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客様をゲストにお迎えいたしました。自己紹介をお願いします。あかねです。マミです。赤まみです。いや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 みたいなね、いいですね。赤まみのね、お二人を今回ねゲストにお迎えして沖縄ミュージックジャーニーねお届けしたんですけども、収録いかがでした？楽しかったです。なんか自分の言いたいことが自分で分かったというか、自分で言いたいことが自分で分かった、そういうことでみたいな、だからおかえりみたいな、行ってきますおかえりみたいな。そうですね、改めてなんか自分で言って、なんか自分で再認識してっていう感じで、ああ、まなみいいこと言ってるぜみたいな。ちょっと遠くから見てる自分がいました。幽体離脱みたいな。いやでも本当にね楽しい収録で、はい、今回ねあのリリースしたアルバムの全曲解説とかね、はい、もうギリギリな感じでやりましたけれどもね。楽しかったですね。というわけで今回リリースしたアルバムタイトルどうぞ。赤まみ、沖縄、みんなの歌。はいはい、どんどんどんパフパフパフ、こういうねアルバムになっておりますけれどもね、はい、赤まみの沖縄みんなの歌というねアルバムが収録、リリースされまして、全部で17曲ね収録されていて、そして、この中にねあのライナーノーツには 三振のクンクンし楽譜がついているというね、はいはいはい、全曲です。全曲ついてるでしょ、はい、これ、はい、全曲です。素晴らしいよね。一応コンセプトを聞いておきましょうか。どういうこと、はい、CD が、CD のコンセプトは、沖縄のこの歌は、もうずっとずっと後世っていうんですか、うん、まで、残ってほしいなという曲を、うん、選んだので、はい、それで選びきれなくて17曲になっちゃいましたみたいな、うん、すっげー17曲ですもんね。なんか結構みんな知ってる曲ですよね、うん、この曲ってね、沖縄、ね、の人ならば聞いたことあるっていうね、全部そう知ってたでしょ。全部は、まあ、知らない曲もあったんですけど、うんうんうん、あ、私も口ずさめるって曲がたくさんありました。三線弾けない人でもね、うん、みんなが、あ、そうそうそう、僕もね知らない曲もあったんだ、そういえば、うん、そういう意味では掘り起こしにもなってんだよね、はいはい、あの都の子守唄で、はい、バンガムイ、ね、はい、バンガムイ、バンガムイ、ね、都の子守唄で、うん、都の言葉で歌われてるんですけど、うん、多分意味が分かんなくても、うん、すごい心地いい、あ、これは子守唄だって分かるような歌だと思う。そこが歌のすごいところで、うん、そうですよね。バンガムイ、私が守るぐらいな感じよね、はい、きっとね、はい、そうです、そうです、な感じ。なんかね、ここは歌のね素晴らしいところで、もうせっかく今日三振を持ってきていただいているので、ちょっと一曲なんかワンコーラスやっていただけます？いいですか、上がりたいといえばね、はい、あの CD 発売記念ライブっていうのがあるんだよね。あります。ちょっとみすずに仕事をしてもらいますよ、ね、はい、詳細どうぞ。はい、赤まみ沖縄みんなの歌 CD 発売記念ライブが7月10日土曜日、うん、沖縄市民会館中ホールで行われます、うん、会場は午後6時半、開演は午後7時、うん、出演は赤まみ、赤まみジュニア、伊波葉月さん、中田一郎さん、そしてゲストに花やからさん、うん、松田和俊さん、うん、司会は日賀沙莉さんです。あ、もうね、賑やかな、そうです、ね、楽しみですね。やりそうでね、はい、まあね、本当にあの新型コロナウイルス対策もね、多分万全に講じてね、はい、やられると思うんで、ぜひね、あの親子でね、できればね、こう来ていただいて、こう楽しめるような、そういうね、コンサートになるといいですよね。はい、ね、さあ、というわけでね、今回ゲストに、赤まみのお二人をお迎えしたんですけども、最後にそれぞれからね、ちょっとメッセージ場を番組化していただけますか。はい、
はい、沖縄みんなの歌ということで、沖縄のわらべ歌、そして哀愁歌をいっぱい収録しました。沖縄でこのお家で楽しめる音楽だと思うので、そして三線触ったことない方も楽譜もついてますので、この CD を手に入れてぜひ一緒に三線を楽しみましょう。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまなみさんと、はい、このアルバムはもう小さい子からお年寄りまでみんなが絶対楽しめるアルバムだと思いますので、皆さんご家族お家に1枚ぜひ家族みんなで聴いていただけると嬉しいです。はい、お願いしますね。というわけでぜひね、沖縄みんなの歌ね、手に入れていただいて、クンクン芯もついてますので、これをきっかけにね、三線を始められたりとか、うん、はい、沖縄の風景を思い出してみたりとか、沖縄の歌を通してまた家族でね、話が弾むような、そういった形でね、楽しんでいただければなというふうに思いました。今回はゲストに赤間亜美のお二人をお迎えいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マタニティマタニティ